趣味で中華ガジェットを研究している小原でございます。今日はね、ゼンフォン10に関するレビューとあとちょっとニュース的なものがありますので、ちょっとそれを組み合わせてお送りしようと思っております。まあ、皆さんもご存知かと思いますが、当然ゼンフォン10って発売されてからまあまあ時間経ってますよね。ただなぜ今回このタイミングでお送りしようかというとですね、あの次期モデルですね、ゼンフォン11ウルトラというものがもうすでに発表されております。ということでね、結構もう最後のコンパクトモデルで、そのゼンフォン11ってウルトラっていうのがですね、結構画面サイズでかいと、一般的なスマホと同じぐらいのサイズ感なんですね。ということで、まあ、最後のコンパクトスマホになりそうということで、どうしてそういったコンパクトスマホなくなるか実際まだ確定ではないんですけども、なくなりかけているのか、そして、まあ、ユーザーの方はですね、どうすればいいのかというところをちょっとお話ししようかなと思います。まず概要としてはですね、ゼンフォン10です。こちら非常にコンパクトとなっております。でこんな感じで、例えばピクセル8、今ケースつけてるんでちょっとでかく見えるかもしれませんが、 iPhone15 と、こちらも比較的コンパクトであるんですが、それよりも小さいかなという感じなんですね。まあ、なんで結論から言うとですね、Zenfone 11で、小型モデルなくなったらですね、まあ、iPhone15 とかピクセル8とか、Galaxy S24 とかで、そういうの買ってもらえばまあいいんじゃないかなとは思います。確かに若干でかいんだけれども、まあ、そこら辺は気にせずっていう感じですかね。でただですね、スペックに関しては非常に良くてですね、あのコンパクトハイエンドという感じなんですね。当然コンパクトというとミドルレンジとかエントリーだったら、まあちょこちょこ特に日本メーカー中心にあるわけですよ。まあアクオスセンス8とかそうですよね。ただ、ちゃんとでスナップドラゴン8ジェン2だったりとか、メモリとかストレージもほぼほぼ最新のものを積んでおります。まあ、カメラもスペック的に若干こう一昔前ではあるんですけども、ちゃんとハイエンドの、部品というかスペック的には積んでおりますよというのがまず特徴になってきます。そして無線充電も対応しておりますし、充電もちょっとね、その中華系のメーカーと比べると劣るんだけれども、まあそれにあれに早いと。まあ、この辺のちょっとスペックとか、あの明確な検証に関してはですね、ちょっと別の動画ですね、他の方の動画見ていただければなと思います。ただ、まあ、ハイエンドであることは間違いないですよというのが、まずありますね。で、デザインに関してはちょっと特徴ありまして、なんていうんですかね、あの紙というんですかね、これもなんかエコに配慮して、環境に配慮して作られたデザインみたいです。Zenfone 9と比べると若干こう素材硬くなっているかなっていうのがありますね。ブラックは、そこまで変わってないと。ただね、それ以外の、あの、なんだか、それ以外のカラー、赤とか緑とか青とかに関しては、青は同じか、緑とかに関しては、よりこう、一般的なスマホと同じような、素材感となっておりますので、まあ、そこもね、ちょっとね、これなんか汚れとかがつきやすいかなっていうのがあるので、ちょっと柔らかすぎるとですね、まあ、そこは良かったんじゃないかなとは、思います。でね、実際使ってみても、そんなにね、弱点ってないんですよね。例えばカメラちょっと見ていきますか。こんな感じですね、ちょっとZenfone 10に関しては、若干こう、塗り絵感はあるのは、まあ事実としてあります。例えばこういった夜景とかも見てもですね、結構、こう、加工してるなっていうのがわかると思うんですよね。で、実際撮ってみるとですね、結構シャッターラグがあって、プレビューの形だと結構白飛びしてるんだけども、うまく加工してなんとか持ってったっていう、そういう印象がありますね。で、次に食べ物に関してもですね、結構まあピクセルと傾向としては近くて、こうシャープを強めに持ってって、まあ塗り絵感があるかなっていうのがあります。で、塗り絵感あるのは気になるっていう人もいるとは思うんですが、まあまあスマホカメラですし、まあその辺はまあいいんじゃないかなとは思います。まあこのカレーなんかもかなりこうシャープ強めて、加工を入れてるなっていう印象があるんじゃないでしょうか。動画に関してもですね、非常にいいんじゃないかなと思う。特にメインレンズに関してはいいですよと。Zenfone とピクセル8。Zenfone 10ですね。あと iPhone15 という比較となっております。中目黒ですね。こんな感じで、なんかやっております。焼き鳥いかがですか？で次、超広角ですが、超広角はちょっとね、画角的な意味でも劣るかなとは思いますが、静止画ですとこんな感じですね。ちょっと夜景をざっと撮りましたが、まあ、かなりこう無理やり明るく持ってってるなっていう印象があると思います。1080p、30fps ですね。ちょっと今は超広角で動画を撮っております。まあ、Zenfone 10は超広角はかなり劣るんじゃないかなと思います。はい。ですね。まあそういう意味で Zenfone 10は本当に良くも悪くも中華系みたいな感じだと思うんですよね。ただそれにしても iPhone 超広角はプレビュー見る限りだとめちゃくちゃいいですね。
明るさの具合とか、まあ、カメラに関してはこんな感じなんですが、ここでちょっとなぜこう全本がね小型化が終わってしまったのかというところをお話ししようと思います。で、世間的にはカメラねこんな感じで全本あんまり評判良くないんですよね。はい。ただ見てみると、まあ、そもそもカメラって実際そんなに今需要があるのかって話もありますよね。まあ、普通にそこそこ撮れればいいでしょうというのも人も多いのも事実です。で、かつ先ほど見たようにですね、まあ、Pixel 8とか iPhone 15と比べて、まあ、そんなにこう悪いかというとそういうわけではないと思うんですよね。例えば夜景とかに関してもちょっと塗り絵感ありますが、まあ、iPhone もそんなにカメラ良くないですし、まあ、Pixel は Pixel ちょっとなんか癖あったりとかっていうのがあります。塗り絵感あったりとかっていうのはあるので、そこと比べてこうめちゃくちゃ悪いかというとそういうわけではないんですよ。ただね、ピクセルってやっぱ小型っていう市場を選んでしまってる以上ですね、結構やっぱ細かいユーザーの方とこう対峙せざるを得ないと。で、そこによってこうクレームが来ちゃったりとか、なんか不満が来ちゃったりっていうのがあるんじゃないかなと思います。まあ、例えばね、そもそもコンパクトっていうところで言ってもですね、定義が人によってそもそも違うっていうのはあると思うんですよね。コンパクトでかつ軽いものにしてくれとか、ちょっと縦長じゃないと持ちにくいよ、薄型じゃないとちょっと困るよとか、いろいろ要望が来ちゃうわけですよ。で、実際 ASUS に関してはもう SIM フリースマホと、市場、近くとも日本に関してなっておりますので、そこでこう激しい、ちょっとニッチな層との戦いを強いられてしまっているというのがあるんじゃないかなとは、まあ、思います。まあ、これに関しての SIM フリーがどうかっていうものに関してはですね、まあ、少なくとも日本だけの話、ではあるので、その SIM フリーだとほぼほぼどう頑張っても売れないっていうのは日本だけの話ではあると思うんですが、まあ、その辺も含めてね、キャリアで出さないっていうところも含めて、そんなになんか日本、まあ、日本もそうですけれども全体的にあんまりこうビジネスとして、ASUS はなんか手こ入れする気がないんじゃないかなとは思いますね。まあ、例えばそうです、Pixel とかも相当日本市場、手こ入れして、なんか相当無理やりね、シェア伸ばしてるっていうのはあると思うんですよ。そこと比べるとっていうのがまずあるんじゃないかなとは思います。で、それ以外動作感ですよね。当然コンパクトハイエンドになることによって、なんかバッテリー持ち悪くなっちゃったりとか、で、バッテリー持ち良くするために逆にこう操作感、性能を抑えちゃったりみたいなのあると思うんですけど、これもね全く問題ございません。例えばね、 Pixel 8と比べても、結構いい感じだったりするわけですよ。例えばちょっと Yahoo ニュースでざっとね、ちょっと見ていきたいと思います。こんな感じですね。番組表ちょっと起動してみますか。同じ Wi-Fi をつないでおります。こんな感じで、やっぱ全方の方が早いわけですよ。もちろんその SOC の性能がもともといいっていう話ではあるんですけどね。はい。まあ、これもちょっとじゃほぼほぼ同じですかね。で、次にトラベル。はい、ほぼほぼ同じか、前方の方が若干早かったかなっていうのが分かるんじゃないでしょうか。次、ebook japan。はい、こんな感じで安定の速さですね。で、バッテリー持ちに関しても、ほぼほぼ、まあ、Pixel 8と同じかなっていう印象がありました。なんで、普通の使い方であれば、まあ、1日は全く問題なく使えるんじゃないかなと思います。なんで、性能良くて、バッテリー持ちも、まあ、Pixel よりもいいっていうとなかなかいいわけですよ。で、なおかつですね、全 UI ですね、独自の UI なんですけど、これも非常に操作性はいいんじゃないかなと思います。当然ね、Wi-Fi 切るボタンとかもちゃんと用意されておりますし、先ほどタスクキル見たと思うんですけど、一発でクリアとか、下でクリアすることもできちゃいます。ピュアアンドロイドだと一番こう、左側に行ってやらないといけないんですけど、そういうのもありません。で、ただね、その中華系の UI みたいに、ちょっとカスタマイズしすぎておかしなことになってるみたいなのもなくてですね、そのピュアアンドロイド的な URL、アプリ一覧の画面からコピーできますよとか、ちゃんとピュアアンドロイドらしさも残しつつ、この全 UI ですね、されているってことで、そういった意味でもなかなかいいんですね。例えば、まあ、それ以外のスマートキーですね。これアプリのショートカット起動でございます。電源ボタン長押しでしたっけ？電源ボタン長押しすると、特定のアプリ確か呼び出せたと思います。これなかなか便利ですよね。例えば、PayPay とか、各種 SNS とか Google マップとか呼び出して一発で起動できると、これなかなか素晴らしいと思いますし、エッジツールとか、ツインアプリとかもちゃんとついております。クリップボードツールバーもあるとか、そんな感じで、もう本当にね、抜け目なしっていう感じなんですよね。こんな感じで本当に抜け目ないですと。まあもちろんそのコンパクトかどうかっていうのはですね、私は正直大画面の方が絶対いいかなとは思ってはいるものの、まあそこは好みの差というか、なんか性能がいいとか悪いとかそういう話ではないじゃないですか。で、もちろんそういった、まあ確かにね、私も結構コンパクトはおすすめしないみたいな話はしていますが、まあ確かに一定のニーズはあるというのは、承知をしております。日本以外でも絶対ニーズはあると思うんですよ。
なのになかなか売れないと。実際今回に関してはZenFone 11 Ultra が今すでに出されていますが、ZenFone 11ね、こういったコンパクトの進化バージョンみたいなのが出ない、っていうのはまだ確定したわけではありません。で実際 ZenFone 11のこの発表っていうのはちょっと早いんですよね。今まだこれ半年プラスアルファぐらいに ZenFone 10っていうのが今から起算してですね、発表された発売された製品ですので、まあ、順当にいくとその1年後にまあ新しい製品が発売されるってことじゃないですか。でそれよりも早くこう ZenFone 11 Ultra が発売されたので、まあ、ZenFone 11があるんじゃないかっていう話もあるかもしれません。ただね、リーク情報的にも一切そういった情報がなくて、ちょっと厳しいんじゃないのというふうに言われております。で個人的には、ね、やっぱ出ないのではないかなというふうには思っておりまして、やっぱりこう先ほどあった通り ZenFone はそんなにビジネス的にテコ入れする気がないというのがちょっと完全に推測にはなりますけど、あるんじゃないかなと思います。でなぜそれね、ZenFone 11出したかっていうところと関連すると思うんですけど、ZenFone 11ってログ ROG フォンですね。ゲーミングスマホって Asus で別で出してるんですけど、それとほぼほぼ仕様が似通ってるんですよね。だから、そんなにもうスマホ事業を手こ入れしないとなった時に、こう、ROG フォンと統合してしまって、まあスマホは最小限でやろうかなと。ってなった時に、まあ、ZenFone ね、あえてこう、ZenFone としてコンパクトで出すっていうのはやめたんじゃないかなというのがあります。はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。そうですね、まあなんで、ZenFone ちょっといいなと、ZenFone 11待ってた人ももしかしたらいるかもしれないですけど、そういう人は先ほどもお話した通りですね、まあ、Pixel 8とか iPhone 15 とか、Galaxy S24 買うか、まあ、ZenFone 10も、ね、まあ、どっかのタイミングでも在庫はなくなっちゃうかなと、まだまだ全然現状余裕ありますけれども、まあ、どっかのタイミングでなくなっちゃうと思いますので、まあ、ちょっとでかくてもね、はい、まあ、そんなに気にせず、うん、あんまりこう、こだわり持ちすぎると良くないかなと、どんどん自分の選択肢狭まってしまいまして、かえって自分がこう、苦労するというか、結果になりかねないと思いますので、まあ、そういったね、なんていうんですかね、こう、受け入れてやっていくのがいいんじゃないかなと思います。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。このチャンネルではこんな感じで、まあ、実際に使ってみてどうかとか、ちょっと今回はね、なんか考察というか、うん、若干雑談チックになってしまいましたが、まあ、その辺もね、背景とかも含めて、今回も、実際、背景とかも含めて、まあ、活用法みたいなところをお送りできればというふうに思っておりますので、そういうの興味ある人はチャンネル登録して待っておいてもらえればなと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。